海と日本プロジェクト in 徳島。海部郡南町伊座里、人口100人程度の小さな漁村です。この日は地元の雪中学校伊座里分校3年生楠本夏美さんと1年生の楠本幸太郎さんの兄弟が地元の伝統漁法大敷網漁を体験しました。今年度伊座里分校に通うのは楠本さん兄弟の2人だけです。午前6時、2人は漁師らと共に出港し、港の沖合 1.5 キロに仕掛けられた大型定置網のポイントに向かいます。大敷網の全長はおよそ1400メートルあり、巻き上げには20分もの時間がかかります。網を巻き上げるといよいよ2人の出番。中に入っているたくさんの魚をタモ網などですくいます。漁師の仕事どうでしたか？朝早くて大変やなと思いました。魚はどうですか？たくさん取れてましたか？タチウオ取れてました。この日はおよそ2時間の漁でタチウオやブリなど500キロほど水揚げしました。伊座里分校ではこのような体験授業を定期的に実施しており、地域を挙げて次の世代へ地元の伝統を紡いでいます。海と日本。